暗闇の中をうごめくわずかな光。猫のストームに見えているのはそれだけです。けれど彼女は視覚以外からたくさんのものを感じ取ることができました。匂いや気配、温度の変化、そして優しい飼い主さんと出会えたストームはさらに多くのことを知るようになります。幸せな日常にはたくさんの刺激があり、退屈することなどないのでした。猫のストームが発見されたのは生まれて3ヶ月くらいの時でした。一人ぼっちで段ボールに入れられ、保護施設の玄関先に置かれていたのです。その時からストームの目は白く濁っていました。角膜内皮細胞の変質により、彼女の視界はぼやけ、わずかな光を感じられるだけだったのです。しかも病気により体重も極端に少なく小さな体をしていました。まだ幼いのに困難を抱え懸命に生きていたのです。けれどそんなストームはすぐに新しい生活をスタートさせることになりました。逆境に負けずに頑張っている彼女に心惹かれた夫婦がストームを引き取りに来てくれたのです。夫はデレックさん、妻はトレイシーさんと言いました。2人とも猫が大好きで3匹のメス猫を飼っています。目が不自由なストームには特別なお世話が必要だろうと分かっていましたが、それを悲観したりは決してしません。それよりもストームの生命力に感動し、この子が成長する姿を見守りたいという気持ちが強かったのです。実際、ストームには感心させられることばかりでした。一緒に暮らし始めると彼女の賢さに驚かされます。さまざまなものの匂いを嗅ぎ、それを頼りに動き回るストーム。わずかにしか見えない目も使って動くものを追いかけもします。思わず目が見えないことを忘れそうになるほど、ストームは猫として自然な暮らしをしているのです。先住猫たちともすぐに仲良くなり、元気に追いかけっこをするようになりました。人間の家で暮らすようになったストームは多くのことを吸収していきました。用意してもらうご飯の匂いや自分を呼ぶ優しい声、そしてデレクさんやトレイシーさん、仲間の猫たちのぬくもりです。それらすべてを大好きになったストーム。すっかり甘えん坊になり、夫婦の肩に乗って甘えるのが習慣になりました。そして2人に抱きしめてもらいながら眠ると本当に幸せな気持ちになるのです。少しずつですが体重も増え元気に暮らしているストーム。これからもたくさんの刺激を受けながら甘えん坊っぷりを発揮していくことでしょう。幸せな生活を手に入れた彼女は今日も仲間の猫たちと共にあちこちを駆け回っています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。